いしね。南行徳ステーションで、ここにインドがあって、行徳総合病院っていうのがベルクのあるところですよね。ここしかないって言われて、そのエバーグリーンですね、丸井から紹介されてですね、とんでもない目に遭いましたけど、窃盗と百頭しても警察の方まともに取り合ってくれないと、2017年ですけども、これこれですね。で、行徳総合病院で船橋火災の時にですね、私ここにいたんですけど、帰宅してすぐに家中煙になりまして、休む暇もなくですね、猫を抱えて急いでそのままタクシーに乗ってこう火災まで行って、火災でようやく母ともですね、車で姉とですね、で都心に逃げたわけです。インターネットではですね、都心のこのホテルがいっぱいでも軒並みですね、5万から10万も上げたり、あの値上げしてありましたね、その日に限って。船橋火災ですね、どこも泊まれませんよね、あの普通の方は。それでですね、ここから、まあ、運よくタクシーに乗れて、それ、まあ、できるだけ遠く行ってくれと、火災より向こうに煙がすごくてね、死にそうだったので。それでですね、女性も亡くなったし、その主婦の方ですね、日本人の若い20代前半かな、自転車で猛スピードで逃げてるんですけど、あれ助かったんですかね、分かんないですけども。でその日の晩はですね、ここの浦安の医療センターは割と空いてたんですよね。他の日よりはやはり混んでましたけど、具合を悪くした方がいっぱいいて、それにしては人数が少ないっていう。でもうここ一帯全部真っ白でですね、 前1メートルが見えなかったんですよね。まあ、テロって言われてましたけれども、テレビので放送されませんでしたから、あれのですね、テレビのはここの出荷だけなんですけど、ものすごかったですね。前1メートルが見えないんです、誰がいるか。なんでその、私も、まあ、勘でですね、ここまで通りまで出て30メートルですね、でとにかく逃げてってみんなに言って、まあ、自分もタクシー乗って逃げたんですけども、その後ですね、行徳のその韓国系の皮膚科の方がですね、目黒区の、テイ皮膚科医院の先生ですね、テイ先生がですね、この目黒の駅前に、引っ越してですね、お引越しして、そういう船橋の奥さん方、ここ吉祥寺ですよね、ミニインドがあって、そうですね、ここウエスト東京でですね、軒並みその10万以上になったので、ほとんどの。でも私も一生懸命ですね、電話帳で探して、葛西の駅で地べたに座ってですね、電話帳で探して、ようやく飯田橋 のホテルに泊まることができたんですけども、通された番号はですね、こなしって言って574でしたね。だからそのここのですね、エバーグリーンのここの物件ですけども、何やってたのかなっていうのが最大の疑問なんですね。というのも、新宿から帰ってきた途端にすぐに部屋中真っ白になったわけですよ。まあ、殺されかけたわけですけども、ここの人は何だろうと思って、あれなんですけど、まあでもそのここが TO2 のです、3ベルトですよね。ここでかなり亡くなった方いると思いますね。声をかけて逃げましたけれども、うん、だからその、駐輪場の方とかみんな無事なんですよね。だから不思議なんですよね、皆さんどうしてたんでしょうね、普通の方はですけれども、まあ、それでここ吉祥寺なんですけども、そのミニインドとこうベースボールプレーヤーのヘッドですよね、エチオピアの形をしたアフリカので、ここはミニインド、エチオピア三鷹シティで、なんで。